私の愛車 MH23S ワゴン R スティングレイのご紹介をしたいと思います。今ちょっと風が強いですけどね、こんな感じで、はい、もうこれ2代目のワゴン R になりますけども、はい、初代のワゴン R は、4年前にちょっとね、お亡くなりになっちゃったので、はい、でこれが2代目のワゴン R です。はい、同じね型のねワゴン R のグレードは TS というやつになります。はい、パドルシフトがついてるねやつになります。どうですか、綺麗でしょう。後ろが可愛いんですよね。またちょっと汚れてますけどね、一応マフラーカッターもね、ここにつけまして、ちょっとねいい音が出ております。で、こちらの横の方ですね、横の方もやっぱね、タイヤとかホイールはねちょっと山とか走ってるんでちょっと傷だらけが多いんですけども、はい、こんな感じで、私のワゴン R が今これ一回中古で買った時に中古で買ったんですよ。80万ぐらいで買ったのかな。その時ちょっとやっぱねエンジンがちょっとね前のオーナーがオイル交換を忘れて、なんかねタービンとエンジンの中にオイルがね詰まってたんですよ。で走ってるとねボンネットからこうモク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 って黒いねオイルが燃えた煙が出てくるんですよ。でこれは回ったなということで、この車修理屋さんに入れて、リビルドのねエンジンを入れたってことなんですけど、ちょっとエンジンルーム見てみましょう。ちょっと汚いですけど、はい、じゃあちょっと開けてみます。よいしょ、はい、ご覧の通りね、よいしょ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、よいしょ、はい、よいしょ、はい、ねタービンも新しいのにして、こんな感じですね。中はちょっと汚いですけどね、掃除もしてないので、今ねちょっと僕手がちょっと悪いもんで、ちょっとね掃除が行き届いてなくて、本当だったらもうちょっとこういうとこね綺麗にしてあげたいんですけどね、こういうとこも全部ホコリもねたがっちゃってて、はい、そういうわけでこれがねエンジン積み替えたんですけど、もう今黒くなっちゃってねあれでしたけど、最初の頃はエンジンがねあれ乗せ替えたのっていうぐらいね綺麗だったんですけどね、もう今は真っ黒けですね。はい、ちょっと止めてみます。はい、そんなわけでエンジンはこんな感じですかね。はい、車体もね傷もなく、なく良かったんですけど、タイヤは、こちらの横浜のアドバンデジベルですね。アドバンデジベルの、デシベルの V-552 っていうやつを履かしております。軽自動車にこんないいタイヤはいらないと思うんですけどね、はい、僕はいいタイヤを履かしています。はい、それでは室内ちょっと見ていきましょうか。はい、室内なんですけど、まあこういう感じで、はい、乗ってみます。よっしゃ。で、こちらの方ですね、ワゴン R、 ここに、今ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よし、はい、よし。でこちらの方にパドルシフトがついてます、ね、パドルシフトがついてます。はい、これ7速まで出ます。はい、7速ミッションのオートマです。はい、でこちらがこれですね、はい、オートマです。室内的にもねカーナビはストラーダですね。はい、今出ますね。はい、ストラーダを入れて、はい、で走行距離の方が今19万7664走ってますけども、これ15万2000ぐらいからエンジン積み替えてるので今4万5000ぐらいですかね、4万5000キロぐらいまで
今走っております。まだね新車です、エンジンはね。はい、であとはまあいろいろね、こういうちょっとこれ下を置いちゃうけど、ここにもいろんなものが入れられるようなね、こういうようなやつがあって、今中汚いですけども、はい、こういうのが収納できるところがあります。でこちらも中に収納できるところがあったりね、これ結構便利ですよね、収納できるところが。やっぱあとはこれが車検の、カバー入れるところです。であとはこちらの方行くと、今タバコが入ってますけども、僕はタバコ入れにしてます。はい、でこちらなんか行くと、まあこれはちょっとあれか、こっち側した方がいいか。はい、こちらもグレードになるとこっちにライトがつきます。これいいですよね、やっぱね、夜ちょっとね見たい時にライトがついてると、はい、カチャッとねライトがついて、はい、綺麗にできますよね。はい、それとあとここにですね、イルミがあるんですよ。イルミがね、イルミのランプがここにあるんですけど、これをつけると、今は昼なんでよくわかんないんですけど、ここにですね青いラインが、こうスピーカーのところもですね青いラインがこう入るんですよ。こうやってバーって、これ綺麗ですよ。こっちにもねバーってこう青いラインが入るんですよ。で夜ドアをこうやって開けたりすると、青いラインがここら辺でザーって出るんですよ。これがねいいところかな、結構気に入ってるところです。あとはまあここにねねフットレスのところにこうねあったり、まああったりするんですけど、あとはまあ後ろですよね。後ろもまあいろんな、ちょっと風強くてあれですけど、後ろもこんな感じで、まあ今傘が乗ってますけど、はい、傘が乗ってますけどね、ワゴン R っていうのがこれがあって、はい、この中にこれが入ってます。一応エアコンプレッサーまで入ってます。まあ、これ袋取っちゃったんですけどね。ジャッキと、あとは応急処置のやつですね。でね、開けて俺ちゃんと入れてなかったんでね。開けてちゃんと入れてなかったから、ちょっと出ちゃってるんですけど、こういうのも嬉しいですね。まだね、エアコンプレッサーはまだ使ってないので、まだね、ゼロです。使った経験ゼロです。はい。こんな感じなんですけどね。はい。で、私の峠ドライブも入っております。はい、ステッカーも作りましたけど、今度これを作ろうかなと思ったんですけど、カッティングステッカーね。はい、でこっちにも僕のステッカー売ってますけど、またベースの方で売ってますんでね、はい、買っていただければ、購入していただければと思います。はい、そんな感じで、あとはまあこんなところかな。あとはここら辺にね電飾系、音量だとか、はい、スイークがあります。でスピーカーオフ、モードスイッチとかねあります。であとはまあここにね電動のやつが、ボタンが何個かあります。でこれなんですけど、パワーウィンドウね、よくねワゴンあるで、ここはよく壊れるらしいですね。はい、でも私の場合あんまり壊れたことはなかったです。初代とかね、二代目なんですけど、このワゴン R が。だけど、あんまり壊れた経験はなくてですね、はい。よかったですけど、ね、カードが残っています。はい。で、あとは、そういうところはどこら辺かな。あとはリクライニングがね、これできますので、まあ、このヘッドレストを外して、まあ、後ろのヘッドレストも外して、まあ、前に、倒すんですけど、でこれを前にずらして、でこれを倒すっていう形になるとリクライニングみたいになります。今日はやんないですけどね。はい、そんな感じでね、まあここにもいろいろ、まあこれね灰皿が唯一ついてるんですよ。前のねワゴン R はここに灰皿がついてなかったんですよ、禁煙車みたいな感じで。でもこの2代目買った時はこれがついてました。でもほとんど使ってないですけどね、僕こっちでは灰皿使ってるので、こっちの灰皿使ってるので使っておりません。はい。
あとは、まあ、足元のちょっとエチケットで、まあ、こういうのをつけております。はい。これね、あの、イエローハットで買ったやつなんですけどね。はい。ペダルカバー。はい。これかっこいいですよね、赤でね。はい。気に入っちゃって、速攻買いました。はい。で、あとは、まあ、ハンドルカバーですね。もともとちょっとワゴン R のハンドルって、ちょっと薄いんですね。まあ、これノーマルかもしれませんけど、これは全世界共通かもしれませんけど、やっぱちょっとね物足りないんで、やっぱカバーつけちゃいましたね。これはもう初代からつけてた、ワゴン R からつけてたハンドルカバーです。これはね全然割れもしないしね、うん、この作りはいいですね。これね、こう網目がこうやってあるのはね、はい、これはワゴン R のリミテッドから初代のワゴン R スティングレーで、2代目のワゴン R スティングレーまで、このハンドルは、同じやつを使ってます。これね、ずっと。これ、一回限りね、これずっとこれ使ってます。外してもらってね。はい。なんかね、やっぱちょっと、これ捨てるのが惜しいので、結構まだね、全然、もうこれ結構初代の時はリミテッドが5年ぐらい乗ってて、で初代のワゴン R のスティングレーが約7年ぐらいで、今回が今これが何年ぐらいだ、もう3年4年ぐらい経つのかな。なので結構ねすごいこれ長持ちしてるんですよ、うん、結構ね気に入ってるんですよ。普通のね、ハンドルカバーだと、ここら辺ボロボロになっちゃうんですよ。ボロボロになっちゃって、火に焼けてボロボロで。だけど、これは全然ボロボロにもならない。うん。これは本当にいいハンドルカバーですよ。うん。高くはなかったけど、そんなにね。うん。まあ、うん。良かったです、これは。だからこれを愛着に、まあ白なんで、パールホワイトなんで、まあ白のハンドルカバーをつけてます。まあ、あとはこんなぐらいかな。あとはね、ここら辺ね、クーラーだとかね、クーラーの調整、これがね、よくてね、こうやってぐるーって回せるのよ、こうやってね、こうやってね、うん、で、あとは温度計もあるしね、ここにね、はい、温度計もあるし、ちょっとこれつけないとダメなんだけどね、ちょっとうるさいけど、ごめんなさい。で、これ温度計もついてるし、ただいまの温度は10度です。はい、10度です。こんな感じでね。で、これと、上と下と、ね、上のフロントガラスと、下の暖房のあれですね。はい。で、ここに温度調整があって。結構ね、これ効くんですよ。うん。ね、結構効くからね、まだまだ、あれですね、うん、大丈夫かなと思いますけど。で、スズキのマーク。これが好きですね。で、あとは、このワイドミラーつのをちょっとね、つけて。はい。あとは、まあ、ここら辺に書類入れ、こう、できるようにね、できるようにつけたりだとか、まあ、あとはそのぐらいかな。あんまり、僕、この車はあんまりいじってないので、まあ、初代のね、スティングレーの時には結構いじったんですけど、エンジンの中を、いじって、K6A のエンジンついてますから、まあ、コンピューターちょっといじったり、なんだかんだしたんですけど、あと足回りをちょっとね、いじってもらったりしてやってたんですけど、まあ、この中古を買ってから、2代目、このワゴン R 買ってから、まあ、あんまりいじってはないですね。はい。やったとすればもうミラーとかも、スマホスタンドだとか、まあ、このぐらいの、あとカーナビ変えたぐらいのもんですかね。はい。近々は、カーナビも変えようかなと思ってるんですけどね。はい。あとは、まあ、そんなとこですかね。あとは、まあ、保険屋さんで付けられちゃったドライブレコーダー。一回事故をしたら、もう、これ付けられちゃいました。はい。で、そんな感じでね。はい。まあ、でもいい車ですよ。ワゴン R ってね。乗りやすくて。はい。結構ね、うん。ああ、これあれか。裏返しはできないんだ。結構ね、ちょっといろいろ紹介しましたけど、結構ワゴン R って乗りやすくて、街乗りにもね、いいしね、
僕はこれで日本全国行ったりしてるんですけど、まあ乗りやすいです、うん、軽自動車で行くのってよく言われるんですけど、だから何だったんですんだよ、いいじゃねえかよ軽自動車だってつって、うん、これでね今日本全国北海道九州除いてはこういうとここの車と一緒にドライブしてるので、うん、結構ねこれには思い出があります。初代のワゴン R もねすごい思い出あったんですよ。いろんなとこ行ったりね車中泊したりとかねいろいろしてるんで、それを今度この車でしてもらおうかなと思ってね、はいしてます。そんな感じで、まあこの車は僕にとって宝物なんで、はいね、いい車でしょ、うん、で前が7710だったんですけど2代目なので7711にしました、はい、今度は7712になります。はい3代目になったらね、うん、もうこれで終わりだと思うので、多分ダメだとしたらエンジン乗せ替えてまたやり替えるっていう感じになりますけどね。はい、これがワゴン R MH23S 私の愛車の、動画になります。これで日本全国を、峠ドライブしたり車中泊したりいろいろしております。皆さんもこの車見かけたらですねちょっとお声掛けしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは愛車のレビューはこれで終わります。走行レビューしてみたいと思います。はい、今ね本体のワゴン R のまあ外見だとかまあ機能だとかまあ皆さんもご存知だと思うんですけど、それをちょっとやってみました。はい、それではちょっと戻りたいと思います。今九十九里浜の方でね撮影してたんですけど、家の周りだとなかなかねこういう撮影ができないので、僕はいつも九十九里の海岸の駐車場まで来てねやっております。九十九里町の不動堂海岸の駐車場ですね。これは夏以外はここ無料なんで、この駐車場は夏の期間はお金取られるんでね、はい、ここには滅多に来ないんですけど、近くには番屋さんやら向島さんに食べるところがあります。まあ、向島さんはあんまり行かないんですけど態度悪かったんで、はい、僕はあんまりそういうところは行かないので、番屋さんはねすごいここ料理を大きくてね美味しいですよ。今日は休みですけどね、はい、いつも行くのは僕は望月さん、この近くに望月さんってあるんですけどそこ行ったりしてますね。なんか木村拓哉さんが来たとか言ってねなんかね言ってますけど、まあ芸能人は来るのはいいんですよ。だけどお店の人がね態度悪かったらダメですよね、うん、全然ダメですよ。だからここは行きません、ね、はい、でまあ今こんな感じでね音もそんなにね悪くはなく、まあエンジン積み替えてまだ4万5000キロしか走ってないので、まあそんなにね音もね、そんなに悪い音ではないですけど、ちょっとね前のワゴン R に比べるとちょっと音がね重たく感じるのかな、ちょっと重たいのかな音がね。前のだと新車の時からこれだけは僕ずっと守ってやってることなんですけど、新車を購入すると絶対鳴らしは俺かっ飛ぶんですよ。普通はねエンジンいたわってゆっくり皆さん走るじゃないですか。だけど僕は低速域をスーって出るようにしたいので結構スピード出してます、はい、でまあ1000キロぐらいまでそういう運転すると大体エンジンも慣れてくるのでスーってね出だしがスーって出るんですよ。アクセルギュッてやるとギュンってね低速域がすごいスッって出るんですよ。でここで鳴らしを新車の時にねゆっくり走ってるとエンジンがゆっくりでこう慣れちゃうので、いきなりアクセル吹かしてもうーんうーんって
なっちゃうんですよ。だから僕はあの毎度ね、あのそういう慣らしをしてますけど、はい、だからまあこれは個人差なんですけどね、これするかしないかは、僕はもう慣らしはもうかっ飛んでるので、もうエンジンガ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 ン吹かしてやってるので、もう出だしが低速域のあれがスーンっていきますよ。まあこれはね僕の個人差なんで、他の人で諸説いろいろあると思うので、まあ何とも言えませんけど、はい、まあそんなところかね。今あの海食堂九十九里倉庫さんの横を通ってます。ここも大人気店です ね、はい、ここはね食べた時美味しかったです。あとここに大量亭って九十九里店があるんですけどね、はい、ここも入ったことないんですけど、で右に行くとあの網元ってあるんですけど、浜茶屋、これはバカ高い、バカ高くて大したもんがない、だから買わない、あの引かない、安くてうまいもん食いたいからね、やっぱね。まあそれは関係なしとして、これ今日は車のレビューをやってるので、音どうですか、音そんなにうるさくないでしょ、うん、で出だしもねいいしね。まあ、今望月さんとか着くんだけどね、はい、それでご飯でも食べて帰ろうかなと思うんですけど、今日はちょっとね家に帰ってこれからちょっとやりたいことがあるんですよ。まあ次回望月さんの動画をねあの上げたいと思ってるので、ここはねうちの先輩が教えてくれたあのお店なんですよ。九十九里にある望月さんという食堂なんですけど、素敵なところでね、前はねサンマの甘露煮があってもう美味しかったんですよそれ、うん、今あんまり取れないのでやってないらしいですけど、その後ご飯食べた後に寒天が出てくるんですよ、うん、あのデザートとしてね自家製の寒天が出てきて、これまた美味しいんですよまた、うん、あやってんだよジジエ、危ねえ突っ込んで気落ちしちゃうって、危ねえな、ああいう高齢者のドライバーやるから危ないんだよな。まあ皆さん気をつけましょうね。僕もあの今日病院行ってきて、昨日と今日病院行ってきて、まあ頭と首のあの MRI 撮ったんですけど、まああの頭は何も異常なし、首だけちょっとねあのやっぱ神経触っちゃってるんで、手がちょっとしびれてるっていう感じですけど、まあ、車には非常運転には支障がないので、まあ、 あのいたわりながら乗っております。そんな感じなので、本当にこの MH23S ワゴン R スティングレイグレードは TS です。本当にねいい車です。これは僕が本当にね惚れ込んでもう2台も買うほどのあの車なので、本当にこれはね初代のワゴン R、 なんでこのワゴン R スティングレイばっか乗ってるかというと、まあ初代のワゴン R スティングレイ買った時にうちのおふくろが喜んでくれたんですよ。乗って隣で、わあいい車だねつって、うちのおふくろにも乗せたんだけど、いい車だねこの車、例えば軽自動車とは思えないねつって、いい車だねって喜んでくれたんですよ。だから俺この車がね気に入っちゃったんですよ。で加速もあるしね、乗り心地もいいし、うん、なんだってパドルシフトだしね、だからこの車をねずっとね乗り続けてるっていうか買い続けてるんですね。でこれを乗ってる、これはね最後までずっと壊れるまで、もうエンジンは乗せ替えればいいから、もうそれでどうしてももう乗れないってなった時にはもうそこまで乗りたいなと思ってる車なんで、僕本当ね鈴木の車って好きなんですよ。アルトは乗ってたし、今の作業車っていうのが僕の仕事で乗ってる車が鈴木のエブリ版ですけどね乗ったり、でうちの奥さんが乗ってるのが鈴木のスペーシア、前はねホンダとかねいろいろ乗ってたんですよ。でも鈴木にしろっつって鈴木のスペーシアカスタムかな
に乗ってもらって、今スズキばっかですよ、うん、もう僕はスズキが大好きなので、ほんとね、スズキさんからも褒められたくらい、褒められたいくらい僕はスズキ愛がすごいので、うん、スズキの車が何たってね、一番前のダイハツだとか、いろんな作業車に乗ったんですけど、ダメ、壊れるすぐね、うん、で前の初代のワゴン R 乗ってた時は全然壊れなかったんですよ。まあこれは中古だから前乗ってた方がほとんどメンテナンスしてなかったんでしょう。オイル交換も忘れちゃうくらいだから、でオーバーヒートさせちゃうからね。僕はちゃんとまめにやってるので壊れはしないんですけど、だいたいオイル交換も3500ぐらいをまあだいたい限度に交換して、まああとはねイグニッションコイルだとか、まあそういうところもこの車交換してるんですよ、新品にね。ちょっと怖いからね。あと点火プラグもね交換したり、あとはバッテリーもさっきねちょっと真っ黒かったですけど、ちょっと汚かったですけど、バッテリーも交換したりだとか、うん、ある程度車にはこれにはね結構好きなんでお金をかけてますね、はい、大好きなので。でこの車でやっぱ峠行ったりね、いろんな旅行行ったりしてるので、やっぱね大事に大事に乗りたいんですよ、ワゴン R は。軽自動車だろどうせっていう方もいるんだけど、まあ軽自動車だからってね、都内では小回り利くしね、だから僕は好きで乗ってますけど、これがね本当大好きなの。顔もかっこいいしね、お尻もかっこいいしね、何を撮っても僕はこれが気に入ってるんですよ一番。まあ他にもかっこいい車いっぱいありますよ。僕が好きな AE86 だとかね、 RX7 だとかスカイラインだとか、まあいいとは思うんですけど、そこまでねちょっとね欲しいですけど本当は。だけどこれ以上に勝るやつはないので、だからまだ買ってないかな。乗り換えをしないと思って、本当は E86 欲しかったんですけどね。それかFT86 か、それも欲しかったんですけど、まああなたで相手は AE86 は1600で FT86 は 2000cc でしょ。一気に跳ね上がっちゃうんですよ。でこれは 660cc ですけど、馬力は出ないですけど、街乗りだとかどっか遠くに行くっていうにはそんなにね苦じゃないです。休憩してるので、そんなにずーっと走りっぱなしなわけではないので、でところどころなんかちょっとおかしいなと思ったらすぐ整備入れちゃうんで、まあそんなには壊れないですね僕はね。壊れたことはないし、だからやっぱこの車はね鈴木愛がすごいです僕は、だからこの車をずっと壊れるまで、うちのね知り合いの先輩もこれをたまにね貸してあげてたんですよ。貸してあげてたらワゴン R のスティングレイのパドルシフトじゃないね、 NA のこれはターボ車なんで NA タイプのワゴン R のスティングレイを購入しました、これがやっぱいいっつって、なんか軽自動車だけどなんか高級感があるよなっつって、乗りやすいよなっつってで買いました。相手は黒だけどね、これしょっちゅう貸してあげてたんですよ。僕仕事でやってたから、例えば事故起きた時台車が必要だっていう時に、まあ台車借りればいいんですけど、たまたま台車がなかった時とか、ああいいよ俺の乗ってていいよっつって貸してあげてたりしてたんですよ。それでやっぱ乗っててやっぱこれ気に入ったっつってで買ったみたいですね、はい、だから今は白黒のワゴン R で、いいと思います、ね、
どんどんワゴン R スティングレイの人が増えてくれればいいんだよ。もうこれも結構 年代経ってますからね、うん、だからまあなんていうかあれなんですけど、僕もね、あの最初買った時からずっとこの車好きで好きでね、もう早く休み来ないか、早く乗りたい、早く乗りたいって、こういう街乗りだけでもいいから乗りたいって、ね、ずっと思ってたので、だから本当に嬉しいですね。今ちょっとね、病院行った帰りにね、ちょっとこうやってちょっと撮ってみるかと思ってね、撮ってみたんですけど、はい、どうでしたか私のワゴン R は。はい、皆さんいろいろね、いろいろな答えがあるでしょうけど、はい、意見があるでしょうけどね、はい、僕はやっぱ鈴木一つです。はい、今のところ浮気するつもりはありません。どうしてもこれがもう壊れて乗れないなと思ったら、またワゴン R 買います。ワゴン R のスティングレイ探します。で整備します。整備して、これもね結構ね、整備してんですよ。エンジン乗せ替え、ウォーターポンプ交換、インタークーラー交換、エアコン交換、とかね、いろいろやってんですよ。で僕のホームページ見ると、まあ、ちょっと事故で左 の前輪のところをちょっと壊してたりとかしちゃってたので、まあ何回かちょっと故障でね、事故で直したりとかしてるんですけど、今僕 の作業車のエブリバンが今修理に出してるので、まあちょっと時間はかかるんですけど、うん、ちょっと今回手 のしびれのために、これちょっとね重大なんですけどね、車を運転してて手がしびれてるんですね、うん、重大なんですけど、まあ、これは別に、他の動画でも上げてるので、まあ、見てもらえば分かりますけど、今日はワゴン R の、ね、関連の動画なので、今日は何にも言わないようにしておきます。いかがでしたか。はい、ちょっと説明だとかね、なんかが下手なんですけど、すぐ脱線しちゃうんで、話がね、はい、僕はワゴン R 大好きですので、全国のワゴン R スティングレイ、好きな方はね、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。近々ね、前もこれ言ったと思うんだけど、ワゴン R でのオフ会をやりたいと思ってます。日本全国 のワゴン R の方集まってもらってオフ会できたらなと思ってます。はい、なので、皆さんのね、ご意見だとかコメントで上げていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はどうもありがとうございました。峠ドライブでした。じゃあねー。